ABCZ、河合郁人、可愛い後輩に囲まれて上機嫌。ABCZ の河合郁人が自身のインスタグラムを更新。スノーマン、目黒蓮、安倍良平との3ショットを公開し話題を呼んでいる。河合は、イケメンに挟まれるパーマおじさん。と、自身のパーマ姿についてコメント。そんな気さくな先輩の隣で、ありのままの笑顔を振りまく後輩二人の姿が映っている。目黒と安倍は、ABCZ が座長を務める舞台、ABCZ、推し、スター、劇場、2023、チルダ5スターズライブアワーズを観に来たようだ。投稿を見たファンからは、三人とも可愛い、自分もイケメンなこと忘れないで、パーマおじさんもイケメンだよなどの感想が寄せられていた。2023年7月期に放送されたスノーマン、目黒蓮主演の連続ドラマ、トリリオンゲーム、TBS系。2024年3月15日に発売されるブルーレイ &DVD ボックスの豪華特典内容が決定した。トリリオンゲームは、現在、ビッグコミックスペリオール、小学館で好評連載中で、漫画大賞2022にもノミネートされた同名人気コミック、トリリオンゲームが原作。世界一のわがまま男と、気弱なパソコンオタクという正反対な二人がタッグを組み、無一文でトリリオンゲーム社を立ち上げ、はったりと予測不能な作戦で1兆ドル、トリリオンダラーを稼ぎ、この世のすべてを手に入れようと奮闘する前代未聞のノンストップエンターテインメントだ。目黒蓮が主人公を春こと天王寺陽役で連ドラ単独初主演。目黒ははったりと卓越なコミュニケーション能力を持つ野心に溢れる青年を熱演した。そんな春と共に夢に向かっていく。IT 技術に天才的な才能を持つガクこと平学役を演じるのは、数々の映像作品に出演し、頭角を現している佐野優斗。トリリオンゲームが初共演という目黒と佐野は、劇中で、春学の熱き友情を見事に表現し、視聴者の間で話題となった。他にも、クールで美しく有能だが欲張りな社長令嬢桐姫こと黒龍桐花役を今田美桜、トリリオンゲーム社。初の新入社員でいきなり代表取締役社長に任命されるリンリンこと高橋リンリン役を福本莉子、桐姫のボディーガードであり秘書長瀬忠則役を竹財喜之助、トリリオンゲーム社に投資するベールに包まれたワイルドな敏腕投資家祁答院和樹役を吉川晃司、トリリオンゲーム社の勢いに気づいて春らに立ちはだかる怪物経営者黒隆一誠役を国村淳が務める。今をときめく若手役者からベテラン役者までが勢揃いし、作品を盛り上げた。さらに、主題歌はスノーマンが担当。スリルや逆境さえも楽しみ、人生というゲームを進めていく様を描いた楽曲、デインジャーフリックは、中毒性のある爽快でクールなロックンロールナンバーで、作品に花を添えた。この度発売されるブルーレイ &DVD ボックスの詳細が発表。ブルーレイ &DVD ボックスの中身はドラマ全10話を収めた本編ディスクと特典映像が盛りだくさんな特典ディスクで構成される。本編ディスクに収録される第4話、第7話、第10話は本放送では泣く泣くカットするしかなかった約4分のシーンを再編集で復活させたオリジナルマスター。気になる特典ディスクにはここでしか見られない未公開シーンを含む番宣ナビ番組の映像をはじめ、目黒、佐野、今田、福本が参加したトリリオンゲーム社設立発表会見&ドラマ制作発表、撮影クランクアップの模様が覗けるクランクアップ集を収録。さらに、豪華キャスト陣が作品について熱く語る SP インタビュー第1弾、第2弾に、トリリオンゲーム、ポスター撮影のメイキングや PR 集など、超貴重映像をたっぷりと届ける予定。なお、封入特典としてブックレットを封入し、初回生産限定として、キラキラホログラム仕様、両 A 面ボックスで発売されることも決定した。現在、TCE チャンネルでは、ブルーレイ &DVD ボックスの発売に先駆け、特典映像の一部を含むプロモーションビデオを公開中。作品のファンはもちろん、これから作品を楽しむ視聴者にもぜひチェックしてほしい。作品情報、トリリオンゲーム、2024年3月15日発売、ブルーレイボックス32,340 円。税込み、全10話4枚組、本編ディスク3枚プラス、特典ディスク1枚、DVD ボックス26,400 円、税込み、全10話6枚組、本編ディスク5枚プラス、特典ディスク1枚。特典内容、本編は、泣く泣く落としたシーン。約4分を復活させたオリジナルマスター。4話、7話、10話のみ。特典映像。未公開シーン含む番宣ナビ番組トリリオンゲーム社設立発表会見&ドラマ制作発表クランクアップ集 SP インタビュー第1弾 SP インタビュー第2弾ポスター撮影メイキング PR 集初回生産限定仕様キラキラホログラム仕様両 A 面ボックス封入特典特製ブックレット16ページ就職活動中の大学生天皇授業春目黒蓮は国内最大手の IT 企業、ドラゴンバンクの採用面接で、同じ中学だった平学、佐野優斗に再会。持ち前のコミュニケーションとハッタリで内定をもらった春は、ドラゴンバンクの内定式の日、学は内定をもらえなかったことを知る。学の豊富な知識とプログラミング能力を見て取ることができなかった同社を見限り、春はあっさりと内定を辞退。最終面接の面接官だった社長令嬢黒龍キリカ、今田美桜、もろとも、ドラゴンバンクを自分のものにすると言い放つ。やがて春はガクと一緒に1兆ドルを稼ぐロードマップを描き、ガクはその並外れた夢に乗る。二人は事業計画も資本金もゼロな状態から、トリリオンゲーム社を創立し、型破りなやり方で資金集めを始める。まずは、ワールドクラスのハッカーが集まる大会。セキュリティチャンピオンシップに参加する。